憲法に統治機構の第20回目の講義です。今回は日本国憲法の第7章、すなわち83条から91条までの財政の規定について検討します。財政の観点から日本国憲法の考える民主主義について考察してみましょう。今回のリーディングアサイメントはご覧の通りです。 まだ読んでいない学生は動画の再生を一旦止めて、読んでから再び動画を再生してください。さて、講義の本論に入る前に、皆さんに初めに、ぜひ考えていただきたい問題というものがあります。それは次の通りです。すなわち、租税に対して、あなたが抱いている印象、これを自由に書いてみてください。 日々皆さんが税に対して考えていること、感じていることを10分程度時間をかけてですね、文章の形で書き表してみてください。では、10分間動画の再生をここで一旦止めて、書き終えたら再び動画の再生を再開してください。書き終えましたでしょうか皆さんが税に対して抱いている印象を自由に書いていただき、 そして、この講義を全部受講した後で、さらに自分の意見について再検討することがあれば、それについても合わせて書き加えておいてください。では本日の内容に入っていきましょう。日本国憲法の第7章は、財政についての規定です。まずは条文を確認していきましょう。財政についての最初の条文。 最初の条文にして最も基本的な重要な条文であります。83条です。83条は次のように規定しています。すなわち、国の財政を処理する権限は国会の議決に基づいてこれを行使しなければならない。これは国の財政というものについて国民の代表で構成される国会がその基本を定め、統制しなければならないという、いわゆる 財政国会中心主義を規定するものでありますここでいう財政という言葉どういう意味なのか法律学というのは概念と論理の学問であります概念定義をきちんとしその概念を用いて議論することこれが法律学の作法でありました憲法学ももちろん法律学でありますから概念定義非常に重要なことであります ここで財政という新しいテクニカルタームが登場しましたので、この財政という言葉の意味について定義をしておきましょう。財政とは、国家がその任務を行うために必要な財力を調達し、管理し、使用する作用。これを財政と言います。重要なことですから、もう一度言いますね。国家がその任務を行うために必要な財力を調達し、管理し、 使用する作用であります。国が仕事をするためにはお金がかかります。そのお金をどうするのか。人々から税などの形で集めて、そして集めたお金を使う。この集める、使うという作用。これが財政であります。日本国憲法83条は、この国の財政を処理する権限を 国会の議決に基づいいいてて行使ししなななければならないと規定していますこれが財政国会中心主義という考え方なのでありますけれどもこの財政国会中心主義をより進化し拡大したものがあすなわち財政民主主義国の財政は国民の意思に基づかなければならないという考え方この財政民主主義という考え方が、まあ、まさに財政国会中心主義というものの 発展形態であり、かつ日本国憲法が定める財政の基本原理であります。財政国会中心主義と言ってしまいますと、財政の統制を国会に委ねるだけという意味にとどまってしまいますが、財政のコントロールを国会に委ねることの主たる意味は、その国会が国民の代表機関であるということにありますから、財政の統制を 国会、すなわち国民の代表機関である国会に委ねるということは国民自身に委ねるということを意味する。そしてその財政の統制を国会に委ねるとともにそれだけではなく主権者である国民が直接に財政運営の監視に関与しなければならないということを強調するそういう趣旨を込めて財政民主主義という考え方が 登場してくるわけであります83条は表面的には財政国会中心主義についての規定でありますが、この財政国会中心主義というのは、まあ、要は財政民主主義のことを意味する。従って83条そのものを財政民主主義の規定だというふうに考えていただいても結構です。財政国会主義、すなわちその中心的な意味は財政民主主義であります。この 財政民主主義が日本国憲法の財政の基本的な、最も基本的な考え方だということであります。この財政民主主義という原理が具体的な形としては、それを収入面で具体化したもの、これが84条に定める租税法律主義。そして支出面で具体化したもの、これが85条に言う 国費支出、国庫債務負担行為、国会議決主義ということになります。つまり、財政民主主義が財政の基本原則、それを収入面においては租税法律主義、そして支出面においては国費支出、国庫債務負担行為、国会議決主義という形で具体化されているんだというふうに理解すると分かりやすいかと思います。要は、財政民主主義。 財政は国民が決める。そのことは83条において財政国会中心主義という形で具体化されとり、すなわち財政は国会、国民の代表が決めるということでありまして、それを収入面で具体化したものが租税法律主義84条、すなわち国のお金の集め方は法律で決める。国会が制定する法律で決める国民の代表機関である 国会が制定する法律で決めるということそして支出面で具体化したものが国費支出国庫債務負担行為国会議決主義85条であります国のお金の使い方は国会で決める国民の代表機関で決めるということまあ、まさに83条84条85条全て財政は国民で決めるんだ財政は民主主義的に決めるんだ こういうことを規定した条文だというふうに言えます。では、財政・民主主義を収入面で具体化した租税法律主義について考えます。日本国憲法の84条をご覧ください。すなわち84条、次のように規定していますね。新たに租税を課しまたは現行の租税を変更するには法律または法律の定める条件によることを必要とする。 租税に関して法律で決めるということでありますから法律というのは国会が制定する法規範国会で決める国民の代表機関で決める国のお金の集め方は国民の代表機関が法律という形で決める、まあ、まさに財政民主主義を収入面で具体化したものこれが租税法律主義ということでありますところで 冒頭で皆さんに租税に対する印象をまとめてもらいましたけれども、そもそも租税とは一体何なんでしょうかしばしば租税について多くの人たちが誤解をしています。租税のことを行政サービスの対価だというふうに思っている人はいませんか 租税は行政サービスの対価である。もしこのような考え方をお持ちの方がいたら、そのような考え方は危険な考え方なので、直ちに考えを改めてください。租税が行政サービスの対価である。そんなことがあるはずはないでしょう。租税は行政サービスの対価では絶対ない。これは明らかに間違い、間違った。 考え方です。租税とは、憲法学の世界においては、次のように定義されます。すなわち、租税とは、国または地方公共団体が、その課税権に基づいて、その使用する経費に充当するために、強制的に徴収する金銭給付。これを言う。租税とは、その 国または地方公共団体がその課税権に基づいて、その使用する経費に充当するために、強制的に徴収する金銭給付、これが租税です。つまり、租税というのは、国や地方公共団体がその活動のためにお金が必要となる、だから租税を取れるところから強制的に取り上げる、一方的に強制的に徴収する金銭給付。 これが租税なんです。すなわち、特定の給付に対する反対給付として租税というものがあるわけではない。租税は一方的に取られるものであって、何かと対価性があるというわけではないんです。しばしばこのことは多くの人々が誤解しているところでありますが、租税が行政サービスの対価だったとしたら、もしそうであるとしたら、 納税していない人は行政サービスを受けることができないってことになりますし、あるいは納税額によって行政サービスに差をつけてもよいということになってしまうではないですか。例えば、納税をしていない人は行政サービスとしての社会保障給付を受けることができない。もし、租税が行政サービスの対価だったとしたら、こういった議論が正当化されてしまうでしょう。 でもこの考え方はおかしいですよね。納税していない人は生活保護を受給する資格がない。これはおかしいでしょ生活保護はそれを必要とする人が必要とするから受給するわけであって、そもそも納税していない人、つまり所得のない人が生活保護を受給できないということになったら、何のための生活保護なんでしょうか 納税するることができないいほど生活に困窮しているだからこそ生活保護を支給するということであって納税していない人に生活保護を一切与えないというのであればそもそも生活保護の意味がなくなってしまいますよね。あるいは租税が行政サービスの対価だったとしたら納税額によって行政サービスに差をつけて当然だってことになるわけですから納税の金額が A ランク B ランク C ランクだとしたら 受けることができる行政サービスも A ランク、B ランク、C ランクで差をつけてほしい。こういうことになりますよね。国や地方公共団体が管理する道路。これも納税額 A ランクの人のような道路。ちゃんとアスファルトで舗装された道路。納税額 C ランクの人は舗装されてない砂利道を歩かなきゃいけない。だとか、公立の公園の利用は納税額 B ランク以上。C ランクの人は 利用できませんだとか、租税が行政サービスの対価だったとしたら、当然、納税額によって行政サービスに差がつけられる、こういうことになってしまうじゃないですか。あるいは、租税に関してしばしば言われる誤った理解の一つとして、納税と選挙権を関連づけるという議論があります。自分たちは税税金を納納めてるから納税しているるかかららし 選挙権が当然認められるべきだというふうに主張する人がまれにいますけれども、納税と選挙権は全く関係ない。いや、もともと関係あったのかもしれないけども、今日においては関係があってはならない、こういう考え方なんです。すなわち、現在の我が国は、制限選挙制ではなく、普通選挙制を取っているわけです。納納税税のの有無やかに関わらず 国国民は国民はででであるるとということだけで選挙権が与えられるべきなんです納税と選挙権を関係づけるのであれば納税していない国民は選挙権を与えられなくてもよい所得のない貧乏人は政治に口を出すなこういうようなことが正当化されてしまいます豊かな人であろうと貧しい人であろうと関係なく 皆一人一票政治に参加する資格というものが与えられるべきだ国民であれば平等に納税の有無や納税の高に関わりなく政治参加ができるこれこそが普通選挙制ですスライドに示したこの写真はアメリカの政治家パトリック・ヘンリーという人の演説のシーンですけれども彼は自由を与えよう 力ずんばしよという有名な言葉を残した人物ですけれどもアメリカが本国イギリスから独立をするその際にまさに租税と政治参加との関係というものが注目されたわけです皆さんは代表なくして課税なしという言葉聞いたことありませんかアメリカの独立戦争の時のスローガンの一つです当時イギリスの植民地であった アメリカの人々は自分たちはイギリス国民だそのような自己認識だったんだけれどもアメリカの植民地民たちはイギリス本国からは納税の義務を課されていたにもかかわらずアメリカ植民地民の代表者を英国本国の議会に送り出すことができなかった納税を求められていたにもかかわらず選挙権というものが与えられなかったわけ そこで、それに怒ったアメリカの植民地民たちは、イギリスから独立することを企て、その際に代表をなくして課税なし。課税をするなら政治的な代表を認めろ。このように口を揃えて主張していたわけです。しかし、この代表をなくして課税なしという言葉は、一見すると妥当な議論のように感じるかもしれませんけども、言い換えるのであれば、 課税なくして代表なしということですね。国に納税していないものは政治参加をすることができない。国に納税していないものは政治参加をする資格がない。このような逆説的な意味で理解されてしまうことになるわけです。まさに、納税による、納税額による制限選挙を正当化するという、すなわち普通選挙を否定する 考え方です。代表なくして課税なしという言葉は、一見すると正しいことを言っているように聞こえるかもしれませんが、今日においては、課税の有無いかに関わらず、国民であれば代表されるべき、すなわち納税の有無高いかにかかわらず、政治参加は認められるべきだ、このように考えるべきでありましょう。もとより、 国家を運営し、行政サービスを提供するためには、国家は税という形で国民から金銭を徴収する必要がありますが、納税と行政サービス、納税と選挙権との間には対価性がない。このことを私は強調しておきたいわけです。そもそも税というのは強制的に徴収されるものであって、税の本質ということから言えば、納税に対して2回得るを 期待するのは誤りである。これこそが税というものの正しい理解だということなわけです。税があるからこそ、結果的に国は行政サービスを提供することができ、国家を運営することができる、選挙も税があるからこそ執行することができるわけでありますけれども、それは結果的な話であって、税を納めたから行政サービスを受けられるというわけではない。税を納めたから 選挙権が与えられるというわけではない、その点を誤解しないようにしていただきたいというふうに思います。租税とはどういう意味か、すなわち国または地方公共団体がその課税権に基づいてその使用する経費に充当するために強制的に徴収する金銭給付、通説はこのように定義しますし、判例も基本的には同じことを言っています。判例は いわゆる大島訴訟、サラリーマン税金訴訟の最高裁判決にににおいいいて、いてて訴税税つ明確に定義しています。サラリーマン税金訴訟はあ31番のケースなんですけれどもこの判紙の部分で実は残念ながら省略されている部分ここに重要なことが書かれています。判決文そのものを一緒に見ていきましょう最高裁判所はこの判決において次のように述べます。 すなわち、租税は国家がその課税権に基づき、特別の給付に対する反対給付としてでなく、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、一定の要件に該当するすべてのものに課する金銭給付である。通説の言う定義とほぼ同じですね。国家がその課税権に基づき、特別の給付に対する反対給付としてでなく、その経費に充てるための 資金を調達する目的をもって一定の要件に該当するすべてのものに課する金銭給付である。そして、ここから先は判例集にも載っています。民主主義国家にあっては、国家の維持及び活動に必要な経費は、主権者たる国民が共同の費用として代表者を通じて定めるところにより自ら負担すべきものであり、それゆえ課税要件及び租税の付加徴収の手続きは、 法律で明確に定めることが必要である。租税法律主義というのは、先ほど説明したように、財政民主主義を歳入面から、収入面から規定したものでありますけれども、具体的には次の2つの内容、今、サラリーマン税金訴訟の最高裁判決が示唆していたように、次の2つの内容を意味します。すなわち、納税義務者、 課税物件、課税標準、税率などの課税要件や、租税の付加徴収手続きが法律で定められなければならないという考え方。課税要件法定主義。納税義務者や課税物件や課税標準、税率などの課税要件、あるいは租税の付加徴収手続き、これらが法律で定められなければならない。 法定主義ですね。とともに、こういった事柄が明確に定められなければならない。課税要件明確主義。租税法律主義というのはこの二つ。課税要件法定主義と課税要件明確主義。この二つの内容を意味するんだ。通説及び判例は、租税法律主義の内容をこのように考えています。 租税の概念の話に戻りますが、租税とは、国又地方公共団体がその課税権に基づいて、その使用する経費に充当するために強制的に徴収する金銭給付のことでありますが、世の中には租税に類似したもの、国又地方公共団体が徴収する金銭給付というものは、租税以外にもありますよね。例えば、道路や河川等の負担金。 営業許可に対する手数料や各種検定手数料、国や地方公共団体の独占事業の料金、例えば公営、上下水道事業の料金などのようなものですが、これらは租税そのものではありませんが、なぜならば特別な給付に対する反対給付でありますからね、しかしながら、租税法律主義の趣旨に鑑み、租税法律主義そのものが適用されているというわけではありません。 租税法律主義そのものが適用されているというわけではなく租税法律主義の趣旨に鑑み国民の代表機関である国会の議決が必要であると解されています財政法という法律が皆さんのお手元の六方に載っていると思います財政法という法律を探してみてください財政法です今日はこの法律頻繁に参照することになりますので何かしおりか何かでも挟んでおいてください 財政法の3条をご覧ください租税を除くほか、国が国権に基づいて収納する課徴金および法律上、または事実上、国の独占に属する事業における栓培価格、もしくは事業料金については、すべて法律、または国会の議決に基づいて定めなければならない。このように規定しています 先ほど述べたような道路や河川等の負担金、営業許可に対する手数料、各種検定の手数料、国や地方公共団体の独占事業の料金、こういったものは、特別の給付に対する反対給付という性格を持ちますので、租税そのものではありませんが、財政法3条は、租税そのものでないとしても、これに類する性格を持つものに関しては、租税法律主義の 趣旨に鑑みて国会の議決を要するこのように規定しているわけでありますここで一つ重要な判例について検討してみることにしましょう。旭川市国民健康保険条例違憲訴訟の最高裁判決です。判例集は196番であります。事案の紹介をする前に、そもそも公的医療保険制度について説明しておく必要がありましょう。 日本国憲法25条生存権ですね。この生存権の趣旨を踏まえて、我が国においては公的医療保険制度というものが設けられています。これは民間の保険会社が行っている、いわゆる民間の医療保険のことではありませんよ。公的医療保険制度。例えば、サラリーマンの費用者保険、企業等の健康保険組合だとか、公務員の共済組合。 中小企業等で働く人のための協会憲法。こういった費用者保険やサラリーマン以外の人たち、自営業者なども対象とする市町村の事業としての国民健康保険。それから原則75歳以上の後期高齢者を対象とする後期高齢者医療保険制度。こういったもの、公的医療保険制度。我が国は国民皆保険という制度が取られており、 日本に住む人たちは外国人も含めて全員基本的には公的医療保険に加入することが求められています。この医療保険の非保険者、つまり我々ということですけれども、我々が病気や怪我をした時にお医者さんにかかりますよね。その際に医療費は実は非常に高額であります。しかし、我々はいわゆる健康保険証というものを見せることによって、 本来支払わなければならない医療費の通常であれば3割、人によっては2割の人などもいますけれども、原則3割だけ支払えば医療サービスを受けることができる。じゃあ残りの7割は誰が払っているのかというと、これがまさに医療保険の保険者が払っている。すなわち、医療保険の保険者というのは健康保険組合だとか共済組合だとか。 あるいは国民健康保険の場合は市町村だとかそういうことなわけです。つまり医療費10のうちの3割だけ医療サービスを受ける人が支払い、我々が支払い、残り7割は我々の代わりに保険者が払ってくれる。そこには税金も投入されているわけでありますけれども、公的医療保険制度があるおかげで、我々は安価に。 本来支払わなければならない医療費の全額ではなく、原則として3割だけ払うだけで医療サービスを受けることができる。これが日本の公的医療保険制度、憲法25条の賜物でありますけれども、公的医療保険制度ということなわけであります。ただ、この公的医療保険制度を利用するためには、我々非保険者は保険者に対して保険料を納めなければなりません。 サラリーマンや公務員の場合は、お給料から転引きされて、健康保険組合や共済組合への保険料というものが引かれております。ただ、市町村の国民健康保険に関しては、給料の転引きという形にはなりませんので、非保険者、つまりサービスの利用者が国民健康保険にかかる費用というものを納めなければなりません。この国民健康保険の費用に関しては、大都市においては、保険料、 という形で徴収され、地方の市町村においては、保険税という形で、地方税という形で徴収されます。保険料も保険税も基本的には同じ性格のものでありますが、保険料の場合は、保険税とは異なり、租税法律主義の規定が直接適用されないということになります。さて、ここまでで前提の知識を確認した上で、本事件について検討していきますが、 旭川市においては、国民健康保険にかかる費用については、保険税という形ではなく、国民健康保険料、保険料という形で徴収をしていました。そして、生活に困窮していた原告は、旭川市が国民健康保険料の保険料率を定める際に、市の条例で直接定めることなく、その規定を、 市長の告示に委任ししていましたそこで原告は国民健康保険料の保険料率を条例で定めないことは憲法84条に違反する。憲法84条は新たに租税を課し、または現行の租税を変更するには法律または法律の定める条件によることを必要とする。法律または法律の定める条件としての条例で定めずに市長による告示で定めるというのはこの 84条にいう租税法律主義、ないしは租税条例主義に違反するなどと主張して、旭川氏によるこの原告本人に対する保険料の付加処分の取り消しなどを求めたという事件です。大臣の旭川地方裁判所は、国民健康保険料にも憲法84条が適用されるとして、原告を勝訴させました。 しかし、控訴審においては、一転して原告敗訴。国民健康保険料には、憲法84条は適用されない。もっとも、その84条の趣旨は及ぶ。しかしながら、本件においては、旭川市による保険料率の算定基準というのは明確であるので、憲法84条の趣旨に反しない。このように言うわけです。そこで納得のいかない原告は、 最高裁判所に上告します最高裁判所は次のように述べますすなわち国または地方公共団体が課税権に基づきその経費に充てるための資金を調達する目的をもって特別の給付に対する反対給付としてでなく一定の要件に該当するすべてのものに対して課する金銭給付はその形式のいかんにかかわらず憲法84条に規定する租税に当たると言うべきである。 いわゆるサラリーマン税金訴訟において既に判事されているところでありますが、ここから先注目していきましょう。市町村が行う国民健康保険の保険料はこれと異なり、非保険者において保険給付を受けうることに対する反対給付として徴収されるものである。非上国人市における国民健康保険事業に要する約3分の2は公的資金によって賄われているが、 これによって保険料と保険給付を受け入れる地位との懸連性が断ち切られるものではない。また国民健康保険が強制加入とされ、保険料が強制徴収されるのは、保険給付を受ける被保険者をなるべく保険事故を生ずべきものの全部とし、保険事故により生ずる個人の経済的損害を加入者相互において分担すべきであるとする社会保険としての国民健康保険の目的及び性質に由来するものと言うべきだ。がって、 上記保険料に憲法84条の規定が直接適用されることはないというべきだこの点ちょっと注意しておきたいんですけども国民健康保険にかかる費用というのは保険料って形でも保険税という形でもどちらでも集め方どちらでも構わないんです保険料の場合は最高裁は特別の給付に対する反対給付なんだから憲法84条の規定が直接適用されないと言ってます ただ、保険税に関しては、この判決文の括弧書きのところに、このように書かれてますね。国民健康保険税は前期のとおり目的税であって、上記の反対給付として徴収されるものであるが、形式が税である以上は、憲法84条の規定が適用されることになる。ここがやや厄介なところなんですけれども、いずれにしても本件においては、保険料の話、そして保険料の場合は、特別な給付に対する反対給付としての性格を持っているので、 憲法84条、租税法律主義というのは、直接は適用されない。最高裁このように述べてますね。もっとも、憲法84条は、課税要件及び租税の付加徴収の手続きが法律で明確に定められるべきことを規定するものであり、課税要件明確主義ということですが、直接的には租税について法律による規律のあり方を定めるものであるが、この84条は国民に対して義務を課し、 または権利を制限するには法律の根拠を要するという法原則を租税について厳格化した形で明文化したものというべきである。従って国、国地方公共団体等が付加徴収する租税以外の効果であっても、その性質に応じて法律または法律の範囲内で制定された条例によって適正な規律がなされるべきであると返すべきである。憲法84条に規定する租税でないという理由だけから、 そのすべてが当然に84条に現れた上記のような法原則の拉致外にあると判断するのは相当ではない、租税以外の効果であっても、不可徴収の強制の度合い等の点において、租税に類似する性質を有するものについては、憲法84条の趣旨が及ぶと返すべきである、直接適用されるとは言っていませんが、趣旨が及ぶと返すべきである。 もっともその場合であっても、租税以外の効果は、租税とその性質が共通する点や異なる点があり、また、付加徴収の目的に応じて多種多様であるから、付加要件が法律または条例にどの程度明確に定められるべきかなど、その規律の在り方については、当該効果の性質、付加徴収の目的、その強制の度合い等を総合考慮して判断すべきものである。では、具体的に本件について判断するのであれば、すなわち、 市町村が行う国民健康保険は、保険料を徴収する方式のものであっても、強制加入とされ、保険料が強制徴収され、付加徴収の強制の度合いにおいては、租税に類似する性質を有するものであるから、これについて憲法84条の趣旨が及ぶと返すべきである。が、他方においては、保険料の使途は国民健康保険事業に要する費用に限定されているのであって、 国民健康保険法81条の因に基づき、条例において、付加要件がどの程度明確に定められるべきかは、付加徴収の強制の度合いのほか、社会保険としての国民健康保険の目的、特質等を総合考慮して判断する必要がある。このように判事します。本件に関して、より具体的には、本件条例は保険料率算定の基礎となる、付加総額の算定基準を明確に規定した上で、 その算定に必要な上記の費用及び収入の各見込み額並びに予定収納率の推計に関する専門的及び技術的な材木に関わる事項を非上告人市長の合理的な選択に委ねたものでありまた上記見込み額等の推計については国民健康保険事業特別会計の予算及び決算の審議を通じて議会による民主的統制が及ぶ旭川市の国民健康保険条例がその8条において 保険料率算定の基礎となる負荷総額の算定基準を定めた上で、12条3項において、非上告人市長に対し、同基準に基づいて健康保険料率を決定し、決定した保険料率を国時の方式により公示することを因したことをもって、国民健康保険法81条に違反するということはできず、またこれが憲法84条の趣旨に反するということもできない。原告の請求を退けた。 というケースでありますポイントとしては、84条に言う租税とは一体何なのか、84条に言う租税には該当しないけれども、国、地方、公共団体等が付加徴収する効果は、租税そのものではないとしても、憲法84条の直接適用がないとしても、その強制の度合い等で租税に類似する性格を有するものについては、84条の趣旨が及ぶ。 このように最高裁が考えているというところでありますね。租税以外の国等による効果に関しても、租税法律主義の趣旨が及ぶということは、まあ、まさに民主主義的なコントロールという観点から言えば、より望ましいということが言えるかもしれません。さて、財政民主主義を歳出面、支出面から具体化したものとして、85条に言う、 国費支出、国庫債務負担行為、国会議決主義という考え方があります。日本国憲法85条は次のように規定しています。すなわち、国費を支出し、または国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。国会の議決、国民代表機関の議決、ま,あ、まさに国民の意思だということです。国のお金の使い方は、 国民自身で決める。まさに財政民主主義を支出面から具体化したもの。これが85条に言う国費支出国庫債務負担行為国会議決主義ということになるわけです。ちなみに国費の支出に関しては財政法の2条1項講談すなわち国の各販の需要を満たすための現金の支払い これが国費の支出のことであり、国費の支出に対する国会の議決は法律という形式ではなく予算の形式で行われます。予算については後ほど詳しく説明します。また、国による債務の負担、いわゆる国庫債務負担行為とは財政法の15条、ここに規定があります。すなわち、 国庫債務負担行為というのは国が財政上の需要を充足するのに必要な経費を調達するために債務を負うこと。これを言います。国費の支出が予算の形式で行われるのに対して国庫債務負担行為に対する国会の議決については形式が限定されていませんので予算の形式をとっても良いですし法律の形式をとることもできるというわけです。なお、細かい話になりますけども 財政法の4条から6条までの規定は、財政健全の立場から、いわゆる公債の発行について制限を設けているものであります。さて、歳出面に関する規定というのは、この85条のほかに、歳出面を制限するという観点から、89条においても規定がなされています。日本国憲法の89条をご覧ください。 89条は次のように規定しています。すなわち、公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益もしくは維持のため、または公の支配に属しない事前教育もしくは博愛の事業に対し、これを支出し、またはその利用に供してはならない。すなわち、国や地方公共団体の有する公金、公有財産は、国民の負担と 直接密接に関係するので、適正に管理し、民主的に統制される、コントロールされる必要があります。そこで日本国憲法の89条は、宗教上の組織、団体の使用、便益維持のため、または公の支配に属しない事前教育、博愛の事業に対して公金を支出したり、こういう財産を利用させてはならない、このように規定しているわけです。このうち、 89条の前段は、日本国憲法20条によって規定される信教の自由の制度的保障である、政教分離の原則を財政面から確保しようという条文であります。ちなみに、ここで言う宗教上の組織、団体ということの意味について、判例は、未納中婚被訴訟の最高裁判決において、裁判平成5年2月16日、 特定の宗教の信仰、礼拝、または普及等の宗教的活動を行うことを本来の目的とする組織ないし団体と狭く解しています。信教の自由という人権保障という観点から言えば、宗教の概念が広く理解されるのに対して、政教分離に関しては、この宗教上の組織もしくは団体の概念が 狭く捉えられるという点は対照的ですね。なお、判例は89条に言う宗教上の組織もしくは団体について狭く捉えているのに対して学説上はより広く宗教上の事業・活動を行う共通の目的を持って組織された団体を言う、このように広く捉えるのが有力です。なお 各種の税法により宗教団体に対して免税措置が取られていること。これは89条前段に言う公金の支出に当たらない。このように返されています。なぜならば、免税は公金の積極的な支出とは異なり、個々の事業に対する公権力による干渉が及ぶ恐れがないためであります。89条の前段部分が政教分離原則の財政面からの規定であるのに対して、 公団部分は何でしょうかこの89条公団、公の支配に属しない事前教育、宅配事業に対する公金支出、公有財産利用の禁止の立法趣旨については、学説上の争いが未だ残る点です。まず、そもそもこの公の支配に属しないという意味はどういう意味なのかそしてこの公団部分の立法趣旨は何なのかこういった問題に関連して、 いわゆる私学助成制度が合憲か否かということが89条公団との関連で重要な問題となってきます。国公立の学校とは異なり、私立の学校、これは幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、すべての私立の学校という意味ですけれども、その私立の学校を設置する学校法人に対して国や地方公共団体が 補助金を交付しています教育活動というのは非常にお金がかかります。実は皆さんが想像している以上にはるかに学校というのはお金のかかる存在なのです。従って皆さんの保護者等が納めてくださっている授業料等の納付金だけでは学校の運営を賄うことは到底できません。国や地方公共団体が 私立の学校を設置する学校法人等に対して、私立学校振興助成法等に基づいて補助金を支給してくれている。そのおかげで、私立の学校というものは運営することができるというわけです。私立の大学に対しては、私立大学と経常費補助という形で、私立の高校等に対しては、私立高等学校等経常費助成費等補助という形で補助金が支給されています。 例えば、私立大学等経常費補助金については、私立大学の教育研究条件の維持向上のため、学生の就学上の経済的負担の軽減のため、あるいは私立学校等の経営の健全性向上に資するため、各学校における教職員数や学生数等に応じて配分される一般補助という形、それから教育研究に関する特色ある取り組みに応じて配分する、 特別補助という形で各大学に支給されています。2022年の例で言うのであれば、私立大学に対する交付総額は3000億円以上、各大学に対しては10億円単位の補助金というものが支給されています。なぜこのような私立の学校に対する公金の補助というものが出されるのかというと、私立の学校は 法律に定める学校として、公の性質を有しています。国公立の学校だけでは、世の中の学びたいと考える学生のすべてを受け入れることはできない。私立の学校は多数の学生等を受け入れているわけであって、例えば高校で言うのであれば、約3割の生徒、大学や幼稚園で言えば、約8割の学生等を私立の学校が受け入れているわけです。 また、私立の学校は、それぞれ見学の精神に基づき、個性豊かで多様な教育を展開している。その一方で、私学の収入というのは、学生からの授業料等に頼るところが大きいので、国公立学校とは異なり、経営基盤が不安定になりがちです。だからこそ、公金による助成というものが必要不可欠なんだということになるわけです。私立学校は、 私学助成を受け入れる代わりに私立学校の所轄庁、具体的には文部科学大臣や都道府県知事等でありますけれども、これら所轄庁に対して会計書類等を提出しなければなりません。また、私学助成を受ける代わりに、所轄庁からは業務会計の報告が聴取され、帳簿等が検査させられ、あるいは問題が発生した場合。 例えば収容定員を著しく超えて学生を入学させたり、不適当な予算の支出があったり、あるいは学校法人の役員が法令の規定等に違反したような場合においては、学校法人に対してその是正を命じたり、役員の会食を勧告したりする、そのようなことが所轄庁に認められています。ところで、89条公公は、公金その他の公の他財産が、 公の支配に属しない事前教育もしくは博愛の事業に対し、支出またはその利用に供してはならないと規定していることから、公の支配に属しない事前教育博愛事業に対しては、公金支出、こういう財産利用提供が禁止されているということですね。私立の学校は、公の支配に属しないものと解するのであれば、そのような公の支配に属しない教育事業に対して、 日本国憲法89条公団は、公金支出を禁止しているわけです。にもかかわらず、私学助成制度、すなわち私立の学校に対する公金支出制度というものが存在している。この私学助成制度は、日本国憲法89条公団に明文で違反しているではないか、このような批判が考えられるわけであります。 確かに一見すると89条公団は公の支配に属しない私立学校に対して公金支出を明文で禁止しています。私学女性は憲法違反だ。一見してそのように読めるわけですけれども、通説は私立学校に対する私学女性は憲法89条公団に違反しないと返しています。一見して条文上憲法違反のように見えるわけですけれども、ではなぜそのような 憲法違反ではないという議論ができるのか。まず、憲法89条公団の立法趣旨について考えてみましょう。89条公団の立法趣旨について、学説としては主要なもの、2つ、ここでは紹介します。第一の見解、公費乱用防止説。これはどういうことかというと、89条とは、教育等の私的事業に対して公費の 乱用を防止するため私的な事業が公権力に依存しようとすることを防ごうとするため89条というものがあるんだこういう見解です慈善事,事業にせよ教育事業にせよ博愛事業にせよいずれも事業の目的というのは極めて公共的なものでありますその事業の目的の公共性ゆえにあるいは事前教育博愛の美名の名の下で 公費の支出が許されるとしたらその公費が乱用されれやすすいと考えられますよねもとより事前事業教育事業博愛事業誰もが良いことだというふうに思ってしまうようなものそれに対して公金を出してよいよというふうに言ったら公金はジャブ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 事前事業教育事業博愛事業につぎ込まれてしまってあっという間に公金はすっからかん こういう状態になってしまうわけです。事前も教育も迫愛もどれもが良いこと、良いことだったらお金使っていいだろう。人々はそのように考えがちだけども、だからこそ、こういった事柄に対する公金の支出は引き締めておかなければならない。そこで、公の支配に属しない事前教育博愛事業に対して公費が乱用されることを防ぐため、 これらの事業の美名の名のもとに生じてしまうであろう無駄遣いを防ぐため、憲法89条公壇があるんだ。このように考える見解。これが公費乱用防止説です。これに対して自主性確保説という見解もあります。これはどういうことか。事前教育迫害等の私的事業の自主性を確保するために、公権力が無用な干渉をしないようにする。公金を支出すれば、 当然、その事業に対して貢献力側も口を出したくなってしまう。せっかく民間の人たちが事前事業、教育事業、迫害事業を自主的に行おうとしている。それに対して貢献力がお金を出し、そしてお金を出せば必然的に口を出す。介入しようとしてしまう。せっかく自主的に良いことをやろうと思っているにもかかわらず、 公権力が金を通じてその自主的活動に介入してしまう。これはまさに私的事業の自主性を阻害する。こういうことになるわけです。だからこそ私的事業に口出しさせないためにお金も出させないようにしておく。教育等の私的事業の自主性を確保するために89条というものがあるんだ。このような考え方です。また、 89条講談に言う公の支配という概念についてどのように理解するのか。この点も学説を2つに分類することができます。1つの見解は、ここで言う公の支配というのは、公権力がその私的事業に、事前事業、教育事業、博愛事業ということですけれども、これらの事業に重大な影響を及ぼすことをもって、公の支配という このように、この公の支配という概念を厳格に捉える見解がある一方で、また別の見解は、公金支出を行う場合においても、不当な利用がないように、公権力が監督する。そういう意味で公の支配を理解するという考え方。緩和説。言い換えるのであれば、この緩和説というのは、国が財政援助をする場合において、その援助が 私的事業によって不当に利用されることのないように監督することで十分である。その監督があることによって、憲法89条講談に言う公の支配とみなしてよい。このように公の支配の概念を緩やかに捉える見解。これに対して厳格説というのは、国がその私的事業の根本的な方向に重大な影響を及ぼす、例えば事業の執行や人事、予算などにおいて、 その私的事業の自主性を失うほどの強い監督を及ぼす。これをもってして初めて、89条講談に言う公の支配というふうに見なすことができる。これが厳格説です。ところで、私学助成制度において、先ほども言及したように、私立学校振興助成法は、私立学校の所轄庁による監督というものを認めていますが、その監督というのはあくまで理論的な。 名目的なものにとどままります89条講談の立法趣旨につき自主性確保説に立った上で公の支配の概念につき厳格に捉えるのであれば私学女性制度における美容的名目的な監督は89条に言う公の支配とは言えないということになり私立学校の授業に対して女性を行うことは憲法違反 というふうに解釈せざるを得なくなります。一方で、89条講談の立法趣旨につき、公費乱用防止説に立った上で、公の支配について、緩和説、すなわち乱用を防ぎうるだけの監督で十分であるというふうに解するならば、私立学校の授業というのは、89条に言う公の支配に属するものというふうに言えるのであり、これに対して、 にによるるをすす。こととは、条に違反しないと考えられますもとより私立の学校というものは国民の教育を受ける権利憲法26条1項の実現に不可欠な存在でありますから私学助成をやめることこれは私学の経営の健全性を損ねることであり私立学校で学ぶ学生等の教育を受ける権利に 大きく影響すする問題だとというこででありますので私学女性を憲法違反これを廃止するという考え方は現実的ではありません。89条公団との関係で言うとややアクロバティックな解釈ということになりますけれども公費乱用防止説に立ち緩和説に立った上で私立の学校も公の支配に属するものというふうに解釈することで 私学女性を合憲とするのが現実妥当な解釈と言えましょう私学女性制度の合憲性に関連して吉川町幼児教室公費女性訴訟の控訴審判決を見てみることにしましょう判例集は199番のケースです吉川町では町内の幼稚園に収容しきれないほどの大量の幼児が町内で発生したため本当は公立の幼稚園を 設けたいところなのでありますが町が公立幼児の母親らが幼児教室を運営することになり、町がそれに協力をすることになりました。公立幼稚園を設置することの代わりに、幼児教室の開設に町が協力するということです。具体的には、この幼児教室に町が土地や建物を無償で提供し、 町の公金をしししままたここれれに対して住民訴訟が起こされます原告はこの吉川町による幼児教室への女性が公の支配に属しない者に公金を支出するものであり憲法89条に違反する本件土地建物の無償の提供を差し止め補助金相当額の損害賠償これらを求めて裁判を起こしたということです。 1> 第1審の裁判所は原告の請求を退け、またこの高等裁判所においても控訴棄却原告の請求を退けています。判決文を一緒に見ていきましょう。憲法89条は公金その他の公の財産は宗教上の組織もしくは団体の使用、便益もしくは維持のため、または公の支配に属しない事前教育もしくは博愛の事業に対し、 これを支出し、またはその利用に供してはならないと規定する。そして道場全体については、国家と宗教との分離を財政面からも確保することを目途とするものであるから、その規制は厳格に返すべきであるが、道場講団の教育の授業に対する支出利用の規制については、もともと教育は国家の任務の中でも最も重要なものの一つであり、国ない地方公共団体も自ら営みうるものであって、 知的な教育事業に対して公的な援助をすることも一般的には公の利益に沿うものであるから道場前段のような厳格な規制を要するものではない道場後段の教育の事業に対する資質利用の規制の趣旨は公の支配に属しない教育事業に公の財産が支出または利用された場合に教育の事業はそれを営むものの教育についての信念主義 思想の実現であるから教育の名のもとに公教育の趣旨目的に合致しない教育活動に公の財産が支出されたり利用されたりする恐れがありひいては公の財産が乱否される可能性があることに基づくものであるこのような法の趣旨を考慮すると教育の事業に対して公の財産を支出しまたは利用させるためにはその教育事業が公の支配に服することを要するがその程度は 国または地方公共団体等の公の権力が当該教育事業の運営存立に影響を及ぼすことにより、右事業が公の利益に沿わない場合には、これを是正しうる道が確保され、公の財産が乱費されることを防止しうることをもって足りるものと言うべきである。右の支配の具体的な方法は、当該事業の目的、事業内容、運営形態と諸般の事情によって異なり、 必ずしも当該事業の人事、予算等に貢献力が直接関与することを要するものではないと解される。東京高等裁判所は89条の立法趣旨について最強分離を財政面から規定した前段部分に関してはその規制を厳格に返すべきとする一方で事前教育博愛事業への規制についての後段部分に関しては厳格な規制を要しないと返しています。そして 公団部分の立法趣旨はまさに公費乱用防止という観点であると判示して公の支配の程度に関しては厳格なものを求めない緩和説に立つというふうに言えるでしょうちなみにこの吉川町による幼児教室への公費助成は私立学校振興助成法にいういわゆる私学助成そのものではありません原告らは私立学校法59条私立学校振興助成法10条等の規定は 憲法89条の規定を受けて定められたものであるから、国また地方公共団体が自ら教育事業を行う場合を除いては、右の私立学校振興助成法等の規定に従ってしか教育事業に対する公費助成はできないと返すべき旨主張する。まさに本件は、私立学校振興助成法に基づく私学助成そのものではない。町の自主的な政策として公費助成をしているというわけですけれども、高等裁判所は、 私立学校振興助成法等の規定は私立学校法による学校法人という形態をとる場合の教育事業に対しその公教育たる性格に着目しかつ私立学校の実践を尊重しつつ一定の基準に基づき助成することを定めたものに過ぎず教育事業に対する助成が右の確保による以外には許されないと返すべきものではない憲法89条は当該助成を受けた教育事業が 公の支配に服していることを規定しているが、右規制は法律によるものであることまでを求めているものではないと解される。原告らの主張というものは採用できないというわけです。本県幼児教室に関して言うのであれば、吉川町による本県教室に対する関与の程度について判断するに、本県教室は開設当初から公立幼稚園の代替施設として設けられたものであり、 本県土地建物等その他の施設の大部分を町から無償で提供されており、形状経費についてもかなりの部分を町からの補助金で賄っており、財政面では公立の幼稚園と大差のないものであり、本県教室の存立自体が町の財政的負担に頼っていると言える。そして右の公の財産の利用支出については、補助金についての一般の規制のほか、本県教室に対する個別の指導により、 公の利益に沿わないものに使用または利用されないように規制管理されているが本県教室の予算人事等については本県教室に委ねられこれについて町が直接関与することはないしかしそれは本県教室の目的が幼児の健全な保育という町の方針に一致し特定の教育思想に変するものではなくその意思決定について保護者による民主的な意思決定の方法が確保されているため これに直接関与する必要がないためであり、本県教室と町との前自の関係を考慮すれば、本県教室の運営が町の女性の趣旨に沿って行われるべきことは、町の本県教室との個別的な協議、指導によって確保されているということができ、以上のような事情のもとにおいては、本県教室についての町の関与が予算、人事等に直接及ばないものの、本県教室は、 町の公立施設に準じた施設として町の関与を受けているものということができ右の関与により本県教室の事業が公の利益に沿わない場合にはこれを是正し得る道が確保され公の財産の乱費を防ぐことができるというべきであるから右の関与をもって憲法89条に言う公の支配に服するものということができるコス審判決においても原告の主張というものが退けられたということであります ちなみに、本件は最高裁判所に上告がなされましたが、上告審においても、上告は棄却、原告の請求というのは退けられました。最高裁判決自体は、いわゆる見下り判判決で、実体的な憲法判断というのはなされておりません。本件において、実質的な憲法判断というのは、今ご覧いただいた控訴審判決がすべてです。いずれにしても、 裁判所の判断として私学助成制度に関する憲法89条の問題について基本的には通説と同様の立場に立っているということを確認することができましたさて次の論点に移ります財政監督の方法についてですまずは予算という概念から検討していくことにしましょう日本国憲法の86条をご覧ください 86条。内閣は毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け、議決を経なければならない。このように規定しています。国の予算というのは、大きくて分厚い予算書という紙の文書で表されているわけですけれども、中をページをめくってみますと、目録という形で予算総則、それから歳入歳出の部、それぞれ国会、 裁判所、内閣、その各省庁、それぞれ別に歳入と歳出の項目に分かれています。さらにページをめくってみますと、例えば各省庁の歳出項目として、各省庁のそれぞれの事業に対して、いくらいくらの歳出を予定しているか、こういった数字がわーっと列挙されている。 これがまさに予算というものです。そもそも予算とは何か、一会計年度における国の財政行為の準則のことを言います。具体的には、先ほど見てもらったように、歳入と歳出の項目などからなるものであります。そしてこの予算というものは、86条が規定するように、内閣が作成し、国会が議決する。 国会の承認が必要となるということです。なぜ内閣が作成するのかそれは国のお金の使い道を一番よく知っているのは国の各機関の中で最もお金を使うところ国会でもない裁判所でもないもちろん内閣であります。その内閣の中でもお金に関するプロである財務省ここが中心となって国の予算というものを作成します。 そしてその予算を国会において審議し、議決をしなければならない。なぜ国会が予算の審議、議決をしなければならないのかといえば、それはもちろん財政民主主義の観点ですね。国のお金の集め方、使い方。これが予算という形で現れているわけですけども、この国のお金の集め方、使い方は国会で 国民の代表機関で、すなわち国民自身で決めなければならない。なぜならば国のお金というのは国民から集めるお金であり、かつ国民のために使うお金。国民のための国民のお金だから国民が決める。国民の代表機関、国会が決める。こういうわけです。さて、予算に関しては、 以下3つほど議論しておきたいことがあります。第一に、予算の法的性格です。予算の法的性格をめぐっては、学説は大きく分けて、予算行政説、予算法律説、予算法規範説、この3説に分けることができます。予算というのは行政行為である。このように捉えるのが予算行政説です。すなわち、予算というのは法規範ではなく、 国会が政府に対して1年間の財政計画を承認するという意思表示。あくまで行政行為に過ぎないんだ。国会と政府との関係でその効力を有するものであって、予算は国民との関係において効力があるものとは言えない。予算行政説はこのように言うわけです。あくまで、 政府が立てた1年間の財政計画を国会が承認するという意思表示。従ってもっぱら国会と政府との間で予算の効力というのは発生するんだ。こういう見解ですけれども、これはまさに予算の法規反省を否定する見解であって、財政民主主義の観点から言って、問題のある見解と言わざるを得ません。予算というのはそもそも政府の行為を規立するという 法規範性のあるものです。単なる歳入歳出の見積もり表ではないのです。あくまで予算はそれ自体が法規範である。この点は後に決算の話をするときに対照的でありますので、予算が法規範であるということはああ覚えておいてください。予算の法規範性というものを否定する予算行政説というものは、 学説として一応は考えられるものの、これを支持する学者は、今日においてはもはやほとんどいません。第二の見解、予算法律説。これは、予算は法律である。法規範性を有する法律であるんだ。このように捉える見解です。日本以外の諸外国においては、予算を法律という方形式で定めている国がたくさんあります。そこで、 外国が予算を法律で定めてるんだから、日本の予算も法律に違いない。まあ安易な非較的な発想ですけれども、外国がこうだから日本もこうだ。まあこういうような解釈論ですね。予算の法規範性というものを承認するという点においては、この見解は妥当でありますけれども、しかし実際の予算というものは、法律とは法規範の点で、 大いに異なるものでありますすなわち、通常の法律は一般の国民を拘束するものであるのに対して、予算は原則として政府のみを拘束するものであります。もちろん、法律の中には、多くの行政組織法のように拘束対象が限定された法律というのはあるんですけれども、とはいえ、通常の法律であれば拘束対象を政府のみとするというのは、 異例なことでありますまた予算の提出権者は内閣のみであります内閣のみが予算を提出することができる内閣に予算の専属的な提出権があるのに対して通常の法律であれば内閣にも法律案の提出権はありますが国会議員にも法律案の発議権というのは認められています法律であれば国会議員にも発議権が認められている はずなのに、予算は内閣にしか提出権がない、国会議員に発議権がない。この点において予算と法律は明確に異なるものなのではないか。予算法律説はこのように批判されるわけです。さらに、予算の議決手続きに関しても、予算は衆議院選議とされており、衆参両院の議決の不一致の場合には、再議決を経ることなく、 衆議院の議決をもって国会の議決となる。さらに予算は天皇による交付という手続きを必要としません。この点において法律とは顕著に異なる。すなわち法律は衆議院選挙とは限らず参議院が選議をしてもいいわけですし、法律の議決に関して衆参両院不一致の場合は衆議院による3分の2の再可決によって初めて成立する。 また、法律は憲法7条1号により、天皇による交付という行為が必要とされています。このように、議決手続きにおいて、予算と法律は顕著に異なる。さらに、予算の効力という観点から言うのであれば、予算の有効期間は、一会計年度に限定されています。一方で、法律は原則として、その効力が 永続的なものです確かに法律の中には有効期間が限定されたものいわゆる次元立法だとか現時法と呼ばれるものこういったものもありますがそれら例外を除けば通常は法律というものは改正廃止されるまでは永続的に効力があるものでありますしかし予算は永続性がないこの点において予算と法律は顕著に異なるこのような観点から 予算と法律は明確に異ななる概念なんだ。予算法律説はこのように批判されるわけです。そこで第3の見解、予算法規範説。これはどういうことかというと、予算行政説のように予算の法規範性を否定するものではありません。予算法律説のように予算の法規範性というものを承認します。その一方で、予算は拘束対象、提出権者、 議決手続き、有効期間などの点において法律とは明らかに異なる法形式のものである。従って、予算の法的性格とは行政行為でもない、法律でもない、予算という名の通常の法律とは異なる独自の方形式の法規範である。このように考える見解、これが予算法規範説です通説説は予算法規範説であります。 予算に関する論点、その2、予算の国会による修正というのは可能か否か、すなわち内閣が提出した予算を国会が修正するということはできるのだろうかという問題です。まず修正する際に、減額修正予算の原案の特定の項目を削除したり金額を減らしたりするというような減額修正に関しては自由にできる。 このように多くの学説は理解しています。一方で増額修正、すなわち予算の原案にある金額を増やしたり、あるいは原案にない新たな項目を追加したりする、そういうことを国会が審議の際に行うことができるのかという点、この点がより問題となってきます。この点、 内閣の予算提出権の侵害に当たるため、国会による修正は一切認められないという見解もかつてありましたが、今日において、日本国憲法下においては、財政民主主義の見地から財源を示した上であれば、国会による増額修正も認めうるという見解が有力であります。ちなみに、国会法の57条の3は、内閣に意見を述べる機会を認めることを条件に、 国会による増額修正を認めたものであります。もっとも予算の同一性を損なうような大修正を認めるかどうかという点に関して、すなわち内閣が提出した予算のこの原案を国会がほぼ原型を留めることなく、全く始めから終わりまで全文を変えてしまうような修正というものを 認めるかどうかという点でありますが、政府見解によれば、国会による予算修正は、内閣の予算提出権を損なわない範囲においてのみ可能である。つまり、国会の修正権には限界がある。と返しています。予算に関する論点、3番目。それは、予算と法律との不一致の問題です。予算法律説に立たない以上、 予算と法律とが不一致となるということがあります。具体的には、予算は成立したが、その支出を認める法律が制定されていない場合と、法律は制定されたけども、その執行に必要な予算が成立していない場合とが考えられます。予算は成立したが、法律が制定されていない場合には、内閣は予算を支出することができません。また、 法律は制定されたが予算が成立してない場合は法律のうち予算を伴う部分が実施できないということになります。内閣としてはこれに対してどう対応すべきか、まずは前者から予算は成立したけども法律が制定されていない場合、この場合は内閣は法律案を提出し国会の議決を求めるほかありません。 その一方で国会は法律を制定する義務というものを負うわけではありません。内閣としては予算執行のために何としてもその根拠となる法律の制定を国会に求める。これしか行う道がないということです。一方で後者の方、法律は制定されたが予算が成立してない場合。この場合は内閣としては憲法73条1号により 内閣は法律を誠実に執行する義務を負っていますので、対応策としては3つ考えられる。その1、補正予算を組む。その2、経費を流用する。その3、予備費を支出する。この3つです。あるいは法律の執行の延期等で対応するということも考えられるでしょう。さて、予算について議論したということで、次に決算について、 考えてみることにします。決算とは、一会計年度における国の収入支出の実績を示す確定的な係数書のことを言います。予算によって立てられた歳入算出の予定準則が実際に適正に行われたか否かを検証し、それによって予算執行を担う内閣の責任を明らかにするとともに、将来の財政計画や 予算編成に役立てるための制度。これが決算です。日本国憲法は90条において決算について規定しています。90条1項。国の収入支出の決算は全て毎年、会計検査院がこれを検査し、内閣は次の年度にその検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。決算は内閣が作成します。そして、 いきなり国会の審議を求めるのではなく、まずは会計検査院という憲法上の独立の機関に検査を求めます。会計検査院が内閣から独立した立場で検査報告を作成し、会計検査院の検査報告とともに内閣が決算を国会に提出します。国会においてはその決算を審議し議決する。 ということであります。もっとも、この点は注意していただきたいんですが、決算には予算とは異なり、法規反性がありません。決算については、両議員一致の議決というのはそもそも必要なく、また各議員の議決は、決算の効力には関係がないのであります。たとえ各議員が、各ハウスが、 決算を審議し、議決し、否決したとしても、その決算それ自体の効力には何も影響がありません。実際にねじれ国会のもとにおいて、参議院が政府の提出した決算を否決したことというのはありますが、議員が決算を否決したとしても、決算それ自体の効力が否定されるというわけではありません。なぜか。 決算はお金を集めた、使った、その実績の数字のリストですよね。もうお金使っちゃったんだもん。しょうがないじゃないですか。使っちゃったもんなんだからしょうがない。後からすでに使ったお金について、あーだこーだ文句言ったところで使っちゃったものは使っちゃったもの。これが決算ということです。予算とは異なり、決算には法規反省はありません。 国会における予算の審議というものは非常に注目されますけども、なぜならば予算が否決されたり、予算が前の年度末までに成立しなければ予算執行ができなくなり、国としてお金のかかる仕事というものが一切できなくなる。国の活動が停止してしまうということなので、とても重要な問題ですけれども、かつて国会における決算審査というのは非常に軽視されていました。決算は法規反省がなく、決算を 議員が否決したとしても、その議決は決算の効力に関係ないからです。ですが、今日においては、にわかに国会における決算審議というものは、予算審議と同様に政府等の活動を統制するため、コントロールするための重要な方法の一つとして注目されるようになってきています。しばしば国会において注目される議論というのは、 国会の各議員の予算委員会だけではなく、決算委員会においても注目される議論というものが行われるようになってきています。最後に憲法91条の規定を見ておきましょう。91条は、内閣は国会及び国民に対し、定期に少なくとも毎年1回国の財政状況について報告しなければならない。このように規定しています。決算とは別に、 内閣は国会及び国民に対して国の財政状況の報告をすることが憲法上義務付けられています財政状況の報告の具体的な方法は財政法の46条に規定されています本日は日本国憲法第7章に定める財政について検討しました